ハードのところっていうところはやっぱり何が、それで言うとですね、ユニバーサルオーディオというのはもともとはハードウェアのメーカーですね、はい、で今でもアナログ のチャンネルストリップとかコンプレッサーとかを作って、作り続けているんですけども、で UAD2 というのは、まあ、デジタルの部分なんですが、今度、ユニバーサルオーディオが、一昨年ぐらいから改めて始めた部分っていうのが、そのアナログの部分とデジタルの部分を融合したコーヒーのオーディオインターフェースを作ろうというのが3年ぐらい前からあって、それが出てきたのが、まあ、今音を実際出してくるこのアポロというものです、はい、で、アポロは、今その DSP の、大きさによってアポロのクワッドとアポロデュオというタイプもあるのと、もう一つはプリアンプをなくす代わりに、IO を2倍に増やしたアポロ16という、まあ、3つのラインナップがこの一流タイプのものであります、うん、で、特徴としては先ほど言ったようにその、DSP を使った UAD2 のシステムプラス、アナログのいい回路を入れることで、うん、その音質を最高レベルのものの、オーディオインターフェースを合体させてます、うん、でじゃあどういうことかというとですね、これがコンソールっていう、アポロ独自のものなんですけども、要は、例えばダウンに録音する手前のところに、うん、このアポロのハードウェアの中に、はい、UAD2 を起動できるっていうメリットがあります、うんうん、それはどういうことかというと、例えばまあ、ロジックとかはじめダウでもインプットのバスにエフェクトを挿すってことができるんですが、当然そのコンピューターのソフトの中に立ち上げるんで、例えばリアルタイムで弾いた場合に遅れが出てきたりあるんですが、今度はアポロのハードウェアの中にその UAD2 のプラグインを起動できるので、もう完全なリアルタイム、でかかるわけですね。でなおかつそれを、まあ、どんなエフェクトをかけるかとか、どれぐらい の量をかけるかといったここで、設定したものを、そのまま掛け取りでその DAW に送るのか、あるいは、モニターだけにそれを使うのか、でモニターだけ使ってさっきのようにDAW の中からエフェクトをかけるっていうそのこともできますので、そのいろんな使い方ができます。ただリアルタイムでできるということはですね、例えば今インプットのところにこういったギターアンプのプラグイン立ち上げてますけども、もう弾いたまんまそのサウンドが出てくるようになってます、うん、まあ、プラグインをこのハードの中で立ち上げてるっていうことなんですよね、はい、そうです、完全に、うん、つまりハードウェアのエフェクターのように、うん、まあ、スタンドアローンで動作してるのと同じみたいな、同じそうですね、うん、でそれが DAW の前についてるような、うん、なのでオーディオインターフェースプラスそういったハードウェアエフェクター的な要素を持ってるのがこのアポロというオーディオインターフェース、うん、それはすごいですよね。まあ、一応これパソコンは起動してないといけないんですよね。ただ例えばこの状態で、これで OK だったらパソコンだけ落としてもこのアポロの電源さえ切らなければその最後の状態は持ってますので、うん、まあ、パソコン切っててもこれだけでも使えるっていうところなんですよね。一、はい、回そういう設定さえしてれば、うん、で電源も切らなきゃいけない、うん、まあ、もちろん切っちゃうと、まあ、レコーディングができなくて、はい、ハードディスク積んでるわけじゃないから、まあ、一応単なるこのエフェクターとかパソコンを落として使うこともしっかりできる。実際今アポロを使ってそのインプットとアウトプットのバスをうまく使うことで、その複数台の、まあ、エフェクター一つのインプットには4つのこのプラグインを立ち上げられますから、うん、でそれをうまく使うことでその、4つのエフェクターが、例えば4系統とか、うん、そういう使い方を例えば特に PA とかの場合なんかには、うん、実際使ってる人もいます、まあ、例えばギタリストで言うとこの中で立ち上げておいて、うん、アンプシミュレーションとしての使い方もできるってことなんですよね。これ1台あれば、そうですね、でこのコンプとかそういったものを全部こっちに立ち上げておいて、まあ、そのラックのすごいマルチエフェクターとして使うこともできるっていうことですね、はい、これ今ギターがこの一番 そのハイ G のインプットに入っている状態で、ここの一番最初のところですね、ここに入っているような状態です、ね、で今プリアンプが、通った後に、この、チャンドラーっていう
あのアンプヘッドをやってますけど、これ例えばいろんなものを変えることができますんで、例えばマーシャル系のものとかでしたらですね、この辺とかですかね、まあもうこのノイズの時点でも再現してると、しかも今これ2段重ねになってる、これまあ、あとこれデジタルならではってなると、この鮮度とかでエフェクターっていう概念でやると、はい、この2つかけたりできるわけなんですね。例えば1つのところに、今これたまたまアンプが2つ入っちゃいましたけど、はい、ここにまず直列にかけることができます、はい、で、オグジュアリーを送って、でオグジュアリーはここに出てきますから、そのオグジュアリーの部分に、例えばリバーブをかけるとか、まあ、例えばまあこれならではっていうことになると、あの例えばマーシャルとあのさらにあのオレンジの組み合わせとか、あの、まあ、そういうシミュレーションの面白い使い方とかもデジタルならではでできると思います、うん、であとはあの、まあ、デジタルならではって話が出ましたけど、そういう意味ではプリセットが非常にたくさん入っているっていうところも、うん、あのいいと思います、うん、そのよく使うようなものとかですね、あの、あるいはそういったあのアーティストが組んだものとかもいっぱい入ってます、組み合わせっていうものも、はい、ちゃんと提案的なものが、あの、まあ、提案というか定番ものがしっかり入ってると、はい、いうことなんですね。でこれがまあリアルタイムでできて、このアポロの場合、アポロデュオ、アポロクワッドの場合はアナログの8イン8アウトになってます。でそのうちの半分4チャンネルにあのプリアンプがついてますの で、うん、でプリアンプは最近新しい仕様になって、あの本当にあのハードウェアの極限まで、うん、エミュレートできるようになってますので、うん、あのまあ、いいと思います。ね、もう一つ便利なのは、そのあの例えば当然こういったセッティングっていうのは DAW の、 あのこれから音楽作ろうっていうプロジェクトとあの一対一になってるので、うん、そのプロジェクトの中にこのアポロのセッティングを保存するためのプラグインっていうのがあるんですね、うん、なのでそのプロジェクトを起動すれば一緒にこのアポロのセッティングが再現されるっていうことがあるので、うん、まあ、それを使うことで非常にあの、うん、まあ、すぐに作業に入れる、この今あるこのペア、あのこの Mac のノートとこれがあればというところで、まあ、そうですね、でもどこでもってことですね。で最近はあの Mac のノートじゃなくて、あの Mac mini をメインにして、でディスプレイやキーボードはあのスタジオにあったりするので、うん、そういうセットで持ち歩いてる人なんかエンジニアの人がいるので、うん、まあすごく小型にはできます、うん、まあ、そのやっぱりあのスペックでいうと分かりやすいところだと、まあ、あのサンダーボルトをいち早く取り入れたりとか、そうですね、はい、そういった技術力っていうものがあって、まあ、その単にそのオーディオで考えても、まあ、素晴らしいものっていうところですよね、はい、でさらにまあスタジオとかあのそういう楽器ユースっていうところで考えて使い勝手もしっかりあると、はい、っていうところですね。当店のみのスペシャル、とてもお買い得にご購入いただけますように、いろいろなサービスにもお付けしております。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。